はっきり言って悪いけどさ、今夜も暇ね。暇ね。潰れちゃうわよ、これ。潰れちゃうわね。これだけお客さん来ないとね、もう飯も食っていけないわ。自炊すればいいじゃん。食費食うわよ。自炊は私無理なのよ。めんどくさがっちゃって。毎日ほとんど外食。外食ってどこ行くの、あんた。神保町のエチオピア。何料理？カレー。知らないの？有名よ。知らない。超美味しいんだから。そこでは0倍から100倍版で辛さが選べるの。何倍のカレー食べてるの？45倍。なんで45倍なの？ちょうどいいの。どうでもいい。いや、はっきり言って悪いけどさ、こういうやついるわよね。いるわよね。もうお客さんでもいる。周年のパーティーの時にね、来て来てとドンペリ開きに来てって言うんだけど、行けたら行くわーっつって来ないお客さん。イエスかノーか、はっきりしてほしいわよね。ほんと、もうこういうやつに限って口だけ。あんたの周りにもいる？私の周りは行けたら行くっていうか未読する。何それ？ LINE でね、既読もつけずに未読なの。それ伝わってないってことじゃん。違うのよ。あえて未読にすることで読んでないですよっていう保険をかけてるの。でも それどうやってじゃあ連絡取るの、向こうとは。だからもうそれで終わりよ。その関係も何もない。恋が始まらないの。まああんた無視されてるってことじゃないの？そういうこと。どうでもいい。また出た。じゃあ人気 YouTuber を目指している平田くんって子がいるから見てみて。とっても面白い VTR だからさ。なるほどね。はっきり言って悪いけど牛タン節を食べる平田くん。噛んでたわね、あのしゃくれメガネ。すぐ溶けちゃいますね。1ミリなの。 0.01 ミリなの。噛んじゃダメでしょ、うん、すぐ口を開けば毒言う。失礼なこと言わないの。牛タン節を食べる平田くん可愛かったでしょ。いや可愛くはないよ。可愛くない？全然可愛くはない。あとはっきり言って悪いけどさ、あの免業新聞あれどうなのよ。だってさっき8000分も出てるって言ってたわよ。8000分も出てるって言ってたわよ。あ、そう。すごくない？ 8000 部よ。8000部。今日お店何人来たのよ。ゼロ。はっきり言って悪いけどさ、わかるわ、あの親父の言ってることっていうか親父の気持ち。え？だってさ、常連さんはさ、何食べたいとか何飲みたいとかいろいろわかるからあの楽なんだけどさ、一元さんってさ、何食べたいとか何飲みたいとかその人の性格とかさ仕事とか全然わからないからめんどくさいのよ、一元さんって。あんたそんなこと言うけどさ、うちの店一元の客さえいないじゃない。あらやだ。